イルカクジラに関しても、胃袋の中からですね、大量のプラスチックごみが出てきたということを目にするようになってきました。今回の海岸清掃を、実施するにあたって、まさかですね、あんなにゴミが集まるとは思ってなかったっていうのが正直なところです。なので、まあ、我々の気づかないところで、まあ、海岸にはですね、ああいったプラスチックゴミなどが大量に漂着しているってことを考えるとですね、まあ、継続して実施していければなと。でその中で、まあ、海の環境のことも合わせて考えています。